はい、どうも、百均です。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。ハンディ扇風機、折りたたみ充電式。こちらも、多分ね、新製品ではない気もするんですよね。なんか、ただ去年買った覚えがない。まあ、ちょっと1年前のことなんでね、忘れてる可能性もあるんですけど、一応過去の動画見比べても同じものが見つからなかったので、多分買ってないんだと思って、はい、買ってみました。以前、ちょっと前にね、折りたたみ扇風機っていうのを、キャンドゥで前にね、買った折りたたみ扇風機、前にもちょっと紹介したんですけど、それに近いタイプなのかなとは思うんですが、まあ、あちらがね、価格660円だったのに対して、こちら550円と、まあ、ちょっと安いんですね、キャンドゥさんより。キャンドゥさんで売ってる商品で、ほぼ同じもの。だいたいダイソーさん行くと100円安いこと多いんですけど、まあ、これもちょっと100円安い、まあ、550円という形の商品になってます。まあ、ハンディ扇風機、折りたたみ式で充電式ということで、前回ね、紹介したキャンドゥさんのやつがこっちですね。はい、折りたたみハンディファン。まあ、こっちはキャンドゥさんで売ってた、富士貿易さんの商品。こっちはダイソーさんの商品になります。はい。まあ、ちょっと違いがね、いくつかあるのかな。はい。このあたりもちょっと見ていこうかなと思いますが。じゃあ、ちょっとまずね、まあ、ダイソーさんの方をじっくり見ながら、キャンドゥさんで前に買った方も、と見比べていこうかなと思います。じゃあ、こちら開けていきます。シャッキリ。はい。キャンドゥさんじゃない。今回ね、ダイソーで買ってきたこちらの扇風機、まあ、開けますと、説明書が一応使用方法として入ってます。まあ、充電方法とかはね、できるだけ、まあ、初めて使用する際は一度満充電してから使用してください。ということです。まあ、今回ちょっともう開けてね、実際ちょっと試しに使っていくんで、本来はもう、購入した後はすぐ一度充電してくださいね。USB のケーブルをプラグ、USB ケーブルのプラグをパソコンやアダプターなど USB ポートに接続します。USB ケーブルのマイクロ B プラグを本体 USB 端子に接続して充電しますということです。ケーブルは付属してませんので、ケーブルの方はね、別途用意していただく必要があります。はい。こちらね、こういうマイクロ B の端子をご用意ください。はい。使い方としては、はい。お好みのスタイルに合わせ、ヘッド正面の状態からハンドルを上から右下に180度範囲で回転しますと。電源ボタンを押すと運転開始、ボタンを押すごとに風量が変わり、最後に運転を停止しますと。弱、中、強、停止の順番ですね。使い方はもうそれだけです。説明書書いてあるのもね。あとですね、付属品として、こういうストラップが付属してます。はい。まあ、このあたりはね、前の方も一緒だったんで、この辺は、まあ、持ち運びというか、使うときに便利なのかな、というところですね。で、まあ、本体がこちら。まあ、今、この折りたたまれたこの状態だと、サイズ感が、まあ、まずこのファンの部分、直径がね、約8センチ。うん、7.8 っていうぐらいですかね。はい。で、まあ、全体、このグリップの部分が約10センチですね。まあ、トータルすると約、この今、折りたたまれた状態で10センチ。で、まあ、厚さと言いますか、この部分で約53ミリ、54ミリ、まあ、5.4 センチってところですね。の厚みと、まあ、サイズ感になります。で、あと重量的なもの。今は、これも別に電池入れたりとかがないので、まあ、重量的なものをいくと、はい、これを乗せると、重量が 77g ですね。ちなみに、前回紹介したキャンドゥさんで買った折りたたみ式。これ、こっちなんですけど、76g。まあ、ちょっと誤差はあるかなと思うんで、似たような重量感にはなってるようです。こっちがキャンドゥで前に買って、前に紹介した方の折りたたみ。こっちがダイソーです。はい。キャンドゥさんの方は、見てわかるんですが、まず羽がね、3枚なんですよ。はい。で、こっちに、グリップが横側についてて、これをカカカカッとすると、こういう形になって、また折りたたむと、こういう横側にね、つくんですけど、ダイソーさんのものっていうのは、
真ん中にグリップがついてるんで、まあ使うときにね、これを右下となってますね。こっちです。だから、こう持ったときに、ね、このグリップをこっち側にすると、グリップが元、こっちに出てきます。で、こう持って使うって形ですね。だから伸ばした状態だと、だいたいね、長さが、約15センチですね。まあ、だいたい約15センチぐらい。前のキャンドゥさんで買った方が、こっちはね、約16センチあります。ちょっと長いですね。キャンドゥで買ってきた方。うん、少し長さが、こっちの方が長い。うん、グリップ自体は、こっちの方が長い感じでしますね。でも、ね、こっち四角で、こっち丸なんで、まあ、握りやすいのはダイソーさんで、今回買ってきた方ですね。で、こっちのダイソーのものが、まあ、羽がね、全部で7枚という形で、小さめの羽が数が多いんで、まあ、このあたりも、風量とかにちょっと違いが出るのかなというところです。はい。あとはね、大体一緒ですかね。風量調整も3段階できる。で、まあ、USB で、充電できますね。そうですね。バッテリーの容量も、このどちらも 500mAh ですね。連続使用時間。これも、まあ、大体どっちも同じですね。今日で1時間から2時間ぐらい。はい。充電時間は2時間ぐらいという形になってます。はい。ダイソーの方がちょっと充電時間が長いという形になってるようですね。はい。こちらですね。まあ、違いとしたら、そのあたりで、うん、この2種類、どうも違うみたいなんですけど、ダイソーさんの方が、まあ、こっちは折りたたみだけなんで、まあ、こう折りたたんでしまうんで、まあ、そうですね、置いて使うとなると、こういう置き方、ちょっと角度がつきますね。で、キャンドゥさんの方は折りたたみ式なんですけど、まあ、こっちが下側にね、バーが来るので、まあ、置いた際に、角度が置き状態で使うときに、まあ、こっちはキャンドゥさんの方は一応置いても使えるということで、この形状で。まあ、前から見たら、こっちの方がより角度がないので、使いやすい。まあ、置き型で使うときは使いやすい。まあ、ダイソーさんのは、まあ、これはね、これでね、まあ、角度さえ、このバーの位置さえ変えてやれば、まあ、ある程度角度調整はできるかなと。いうところですね。まあこうやって角度のね、バーの角度さえ変えてやれば、置いて使う分にもまあ調整は効きます。というところですね。では、やっとですけど、風量を見ていこうと思います。ストラップはここに付けれます。はい。で、マイクロ B のね、端子がここにあるんで、充電の時はこちらに、このケーブルを挿すということですね。これを挿してやると、ちょっとね、わかりにくいんですけど、この刺してるところが光るんですね。これを抜いたらないんですけど、刺したら中が、ここの端子にこいつをしっかり刺せば緑に光ってるんです、中が。これで多分充電中ってことなのか、まあ今が満充電なのかっていうところですね。はい。ちょっと一回まあ使ってみましょうか。電源がここに星のマークがあるんで、このボタンを押すと、使えるんですけど、まさかの不良品？わからん。ちょっと一回、でも、ランプ赤くなったんで、満充電しないと使えないのかな？まあ、一回ちょっとこれ充電してみます。はい、今ランプが赤で、やっぱ赤の時が充電中のようですね。まあ、ちょっとこれは後で充電完了してからもう一度試したいと思います。はい、こちらのね、扇風機、最初ねちょっと動かなかったんですけど、充電しばらく挿しておけば、はい、充電ができたようで、やっぱね、最初に説明書きにもあったんですけど、最初に満充電してくださいって言ってたのは、多分充電がね、されてないんじゃないかなというところでした。今ね、充電器挿してたら、動くようになりましたんで、まあ、その充電の問題だったみたいですね、最初。はい。では、ちょっとこちらの方ね、まあ、さっき、もう一回、押して試しますね。
スイッチはね、もう普通に押すだけです。一回押すと弱。で、に、中。強。はい。で、消えると。まあ、切れる感じですね。はい。まあ、ここは、前の、まあ、キャンドゥさんのこっちのと同じです。これも。うん。ちょっと、ピーンって音は、まあ、キャンドゥの方が、ちょっとうるさい感じはしますね。まあ、風はね、こちら、ダイソーさん。やっぱ羽のね、枚数の問題なのか、こっちのね、ダイソーで今回買った方、こっちの方がね、風量的には強い気がしますね。ちょっとまたね、こっちも試してみましょうか。弱。よいしょ。ジャックでね、今8、うん、平均ああでも9ぐらい出てますね。で中にして12ぐらい、うん、結構ね分かりにくいですね。いつも15センチぐらい離してやってるんですけど、場所によって悪いのかな。やっぱくっつけた方が数字的にはいいかもしれませんね。ちょっと今回はこの二つをね、くっつけて、こうやってくっつけた状態でね、測ってみます、一回。まず、ダイソーの方、弱。弱で13。中。中で15ぐらい?14.、まあ、その14ぐらいか。で、強。はい。今日で15ぐらい。だから13、14、15っていうところですね。はい。で、こっちのキャンドゥさんの方が、よいしょ。弱で、まあ、9。中で、あんまり変わらんの。11ってとこですね。これ今強です。だから今これくっつけて測ると、まあ、この計測器でいくと、弱でこっちが13、14。16?17で対してこっち側が弱で10 11 12ってところですね。だからもうこの測り方、今ねこれに普段ちょっと話してやってるんですけど、なんかいまいち距離感の問題とかがあって、測り方が悪いのか、まあもう一番手っ取り早いのはね、くっつけてしまうのが一番早いみたいなんで、もうこれで測りますね、今後。特に比較するときはこの方が分かりやすいかもしれませんね。ということで、こちら2タイプ比べた場合だと、はい、まあ圧倒的にダイソーさんの方が風速は早いです。こっちが今日でも11とか12ぐらいで。強と弱が同じぐらいな気がしますね、風速的には。はい、やっぱね、本当数値間違ってない気はします。顔に当ててみたんですけど、こっちの強とそんなに変わらないですね。こっちの弱、ダイソーさんの弱、逆にダイソーさんの方で強にすると結構風来る気がしました。はい、やっぱ羽の枚数とかもね、大きく
影響してくるんだと思いますんで、まあこちら今回はね、ダイソーさんでこちらの折りたたみ式買ったんですけど、このキャンドゥさんで売ってるものに比べると、やっぱりパワーというか風量、このダイソーさんの方が、圧倒的にやっぱり上な気がしますね。涼しさとか含めて。はい。値段もこちらの方がね、100円安いので。という形で、今回はこのダイソーさんの折りたたみ扇風機。はい。こちらを買ってみて、前回紹介したキャンドゥさんのものとちょっと比べてみました。こちらが買ってきましたハンディ扇風機の、ジャンコードになります。いや、意外とね、やっぱダイソーさんの商品って他のに比べるとやっぱりちゃんとしっかりしてるような気もしますよね、こうなると。まあ、いろんな企業努力もあるのかもしれないですけど。まあ、今回はこちら、同じような似たようなタイプのね、折りたたみ扇風機比べてみたんですが、はい、ダイソーさんの方が、まあ、風量とかも結構パワーがあって、ね、まあ、値段もお安い、100円安いので、買うならダイソーさんの扇風機かなというふうな結果になりました。はい。ただ、まあ、こっちはね、ちょっと気になったのが、まあ、最初ね、買ってすぐ、スイッチを押しても、全然動かなかったんですね。はい。で、充電をね、しばらく充電したら、使えるようになったんで、まあ、その辺がもしかしたら、その僕と一緒でね、最初不良品かなって思う方がいるかもしれないので、まあ、買ったら、先ほどの説明書にも書いてありましたけど、まず充電してください。こちらの商品。買ってすぐは使えないようなので、まず充電をしてから使うというのだけ注意ポイントかなと思います。では今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。